どうもなおちんです。さあ今日もファイアーエムレム無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は新しく育てたキャラクターを使っていこうと思います。このキャラクターですね、モンバンです。120まで上げたんですけども、ステータスは波だね。高くもなく低くもなくという感じです。でスキルはなんかいい感じっぽいんですよね。門番の絆、300ヒット以上してる間は強攻撃または弱攻撃の最後に、味方が追撃するっていうやつですね。そして本日も異常なし、すべての異常状態を無効化、まあまあ地味に使えるやつとなっておりますね。ではちょっと使ってみましょう。では行きまーす。ちなみにイージーできてます。イージーでどんな感じなのか試してみましょう。とりあえず300ヒット以上をまずはやってみましょうか。で強攻撃の、あ、なるほど、攻撃をした後にキャラクターみたいなのが召喚されるわけだ。で、こう、ああ、でも当たってないよ。当たってないよ。召喚して、なるほどね。追撃してくれるんだ。これは意外と使えるかもしんないね。この、仲間がどんな感じで出てくるかっていうのを、おお、しっかり覚えないといけないね。うん。その攻撃によって、仲間が出てくる場所が若干違うっぽいので、それを覚えないといけません。あれ、仲間出てこない時もあるんかい。橋の上は出ないのかな。出るもんね、出るもんね。うん、なるほど。これ弱攻撃の後のこの突撃は意外といいかもしれないね。あの後は結構隙ができやすいし、うんうんうん、いいんじゃない。あれで結構先の方の敵も倒していけるんで、ああーなるほどね。一番最後まで打ち込まないと出てこないんだ。なるほどね。あ、いやこれはね、確実に集中力がすごく必要になるね。あのスキルの集中力、あれは必要でしょう。いけ、いいね。あ、でも召喚されても当たらない時があるね。召喚はされるんだけども、そもそも敵のところに出てきてくれないっていうことがあるっぽいですね。いけ、うん、あ、やっぱこの突撃隊はいいね。突撃隊は、うん、いい感じに敵をなぎ払ってくれるので、いやー、そうでもないか。そうでもないか。うん、次これがいいか。意外とね、たくさん攻撃入れてくれるんでいい感じかもしんないね。 OKOK、 ちょっと待って。一応この300ヒット以上っていうのが条件なんで、300ヒットはちょっとオートで切らさないようにしましょう。あぶね、いけ、うん、当たんねえな。当たらないね。うん、まあおまけ程度に考えてたらいいのかな。うん、この追撃を、まあ一応当たるには当たる時があるんだけども、当たらない時は本当に当たらないので、あまり期待はせずにいきましょうか。おお、いいね。でもさ、これイージーでこれでしょ。となると、うん、やっぱそんなに強いキャラクターではないですね。うん、難易度イージーだったらもうちょっとバッタバッタ倒していってほしい感じですけどね。
どうもそこまでの火力はなさげです。攻撃範囲はね、この追撃で意外と行くんだけども、ダメージはそんなに出せないね。はい、まあとりあえず第3部隊はどんな感じでいけるんでしょうか。一応全部集めて倒すか、それがね早いんで、極力集めてやっていきます。いけ、いやそうでもないぞ、そうでもないな。あー、まあまあまあ技になるとそこそこダメージは入るには入るか。オッケーオッケー、まあまあ相性だからね、このゲームは相性なんで、まあまあ倒しやすいやつは倒しやすいっていう感じですかね。よっしゃ、この2人は余裕でしょう、おそらく。あ、でも異常状態がさ効かないっていうのは地味にいいよね、やっぱりね。そんなに異常状態気にすることなく動けるので、うん、やりやすいかもしれません。で次、300ヒットをねなんとか維持したいので、出てきたらこいつらを倒して300ヒットまで上げましょうか。そうしよう。乱入して全てを投げ倒す。いやー、でもねやっぱ最後の最後にね仲間になるキャラクターなんで、もうちょっと強いかなっていうのを想像してたんですけども、そうでもない。うん、いや分かんない、使い方が悪いのかもしれないですけども、そんなに強さは、実感できておりません。どうなんだろうね。これ300ヒット出します。集中力っぽいスキルが武器についてるので、それでなんとか維持をしていきましょうかね。お、クロード来た。ギルトリどこだ。あー、来た来た来た。一応攻撃力を上げるとちょっとはマシになるっぽいですね。いけ、どんぐらい減らせる。そこまで減らせないな。イージーでこれだとね、ちょっと普段使いは厳しい感じになりそうです。はい、ということで今日は門番を使ってみました。うーん、強いか強くないかって言われると、俺はそんなに強さは実感できませんでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。